金星は地球に最も近い惑星。地球に近い惑星といえば火星を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、実は金星の方が近いです。火星移住計画などを耳にすることはありますが、金星移住計画などを耳にすることはありません。火星に比べて金星は馴染みが薄いです。なぜでしょうか？金星は太陽系内で大きさと密度が最も地球に似た惑星であるため、地球の兄弟星と表現されたりします。地球を一回り小さくした感じです。太陽、月に次いで明るく見える星であることから、明けの明星、明け方に見える、宵の明星、夕方に見えると呼ばれます。金星は生物にとってあまりにも過酷すぎる環境です。一言で言えば灼熱地獄。その理由は金星にも大気があります。金星の上空は地球と違い、分厚い二酸化炭素の雲に覆われています。二酸化炭素には大気を温める効果があるため、金星表面の平均温度は約463度。大気の上空では強風が吹き荒れています。地表には硫酸の雨が降り注いでいます。気圧が高く、水深1キロほどの同等の気圧。他のどの惑星にも多かれ少なかれ必ず磁場が存在しますが、金星には磁場がありません。原因は未だ解明されておらず、数多くの謎を残す天体。実は金星に関する調査はほとんど進んでいません。人類史上初めて金星の探査を行ったとされるのは、1961年の旧ソ連によるベネラ1号。その後はアメリカのマリナー2号が続き、2000年以降はヨーロッパや日本が金星の上空や周囲の探査を行いました。金星の過酷すぎる環境ゆえ、これまでに実施できた地表調査は2回のみ。1981年、旧ソ連のベレナ13号が行った127分の調査。1989年、NASA の探査船マゼランのレーダーによる地形解析。この探査船マゼランのレーダーによる地形の解析を最後に金星の詳細な調査は終わったとされました。その後、今日に至るまでの30年以上、金星の地表調査は全く進められておりません。これまで調査された数はあまりにも乏しいものです。そして当時の調査機器の性能自体にも今では疑問視されています。はっきり言って人類は金星について何も分かっておいないのです。2020年9月、世界的な学術誌「ネイチャー」で衝撃的な発表がありました。金星の雲にホスフィンという生命体の存在を証明する大気が存在。ホスフィンは地球や金星のような岩石惑星においては人間や微生物などの生命からしか生成されないと、金星に地球外生命体がいる可能性を示唆しました。地球に近いのに全く分かっていない金星、謎多き星、秘密のベールに包まれた星、それが金星。金星は女神アフロディーティの星。女神に謎が多いのは当然なのでしょうか？